ルチア・バレンティーニ・テッラーニは、イタリア出身のメゾソプラノ歌手。パドバに、ルチア・バレンティーニとして生まれる。地元の音楽院を経て、ベニスのベネデット・マルチェロ音楽院で声楽を学び、1969年に、ブレシアで、ジョアキーノ・ロッシーニのチェネレントラの上演に、アンジェリーナ役として出演して、初舞台を踏んだ。1973年には、同じ役で、スカラ座に初出演し、その翌年には、ロッシーニのアルジェのイタリア女のイザベラ役として、メトロポリタン歌劇場に初登場を果たした。以後、活躍の場を国際的に広げた。1973年には、イタリア人俳優のアルベルト・テッラーニと結婚している。1996年に、白血病の診断を受け、シアトルで治療に専念。1998年、シアトルにて死去。Forbes、エリザベス、アビチュアリー、ルチア・バレンティーニ・タラニ、インディペンデント .co.uk、オリジナルの2018年4月22日時点におけるアーカイブ。http://www.peep.us/f2adf4cc2018 年4月22日閲覧。ルチア・バレンティーニ・テッラーニディスコグス、ルチア・バレンティーニ・テッラーニ、オールミュージック、ルチア・ベランティーニ・テランニ。2013年3月6日時点のオリジナルより、アーカイブ。2018年4月22日閲覧。ありがとうございます。